リンリンハローパラレールリンリンパラレールのリントです。すーげー映ってる。あ、映ってるから 見せとこう。ほれって見せたってわかんないよね、反射でね。はい、これね、弟がくれた T シャツを今着ております。わかるかな、怪獣マーチ。これね、なんかウルトラマンのそのスカイツリーの近くかなになんかできているお店のところで買ってくれて、お土産でもらいました。ウルトラマンのね、ウルトラマンセブンに出てくる、ウルトラマンセブンじゃない、ウルトラセブンね、ウルトラセブンに出てくるカプセル怪獣が描かれた T シャツ。これかわいいよね。はい、そんなのはどうでもいいんだけど、はい、まあ、今チラッと映ったけれども、はい、本日はですね、とうとうお迎えしてしまいました。ご友人のところからですね、3匹お迎えしたものです。ということで見せていきましょう。はい、ということで沖縄シリケンイモリ3匹がね、うちにやってまいりましたで、この子たちね、結構カラフルででしてね、はい、こんな感じ、金箔模様と、まあ、ラインが入ったりだとかしてる個体がね、3匹います。で、まあ、ブリードもしたいなと思っていて、金箔とね、あの横のオレンジライン、君がオレンジライン強めかな、うん、ちょっと強めだね。おっと、ごめんね。はい、オレンジライン、わかるかな。すごいね、人に慣れててね、あっち、こっち行こうとするの、あー、落ちちゃったはい、横のところにね、オレンジラインがしっかりこう入ってる子、この子ちょっと痩せてるね。はい、という形の3匹をお迎えいたしましたで、この子がオスだね。この子がオス。尻尾がね、太めなんです。シリケンイモリのオスはですね、ちょっと短めの尻尾に、太めの、こういう風に太くね、なってるのが男の子で、この子みたいに細長い尻尾はメス、この子もメス。尻尾が、この子すっごい長いね、尻尾ねでね、もう名前も決めてます。この男の子の名前はロー君。そしてこの痩せてる子の方をね、私はルフちゃんと呼んでおります。そしてこの子をカルちゃんと呼んでおります。はい、名前の由来なんですけれども、うちのね、山椒がモノと黒なんですよ。色合いからそれは取ったんですけども、モノクロということで、モノと黒という名前をつけたんですね。で、それに対義した名前にしようかなっていろいろ考えていて、よいしょ、今来たばっかりだから、ちょっとこの後餌もね、食べさせたいところなんですけど、食べるかな。で、まあ、モノと黒、まあ白黒なのでっていうところ、まあ白はほぼないので、まあ黒なんだけど、なのでモノクロの黒とモノっていう名前をつけてるんですけれども、そこで、この子たちを、こう、ゴールド、ブラック、そしてオレンジから取ろうかななんていろいろ思ったんですけども、カラフルというところから取ろうかな。いろいろな色が入ってるのでね。で、モノクロの対義語がカラフルだと思うんですよ。もしくはフルカラーとかね。で、カラフルから取って、で、カラフルの、最初の COL、カル。それをカルにしました。なので、この子がカルちゃん。そしてですね、次がカラフルの、OR なんですね、COLOR なんですけど、 OR そのまま読むとオアになるんですけど、オア君ってちょっと違うかなと思ったんですよね。で、それを逆にするとローって読めるんですよね。で、ただローって伸ばすと、ワンピースのトラファルガーローのイメージがすごく強かったので、ウをカタカナのウにしてます。で、ロウ君。そしてもう一匹のルフなんですけど、カラフルの、FUL、 最後の FUL ですね、 FUL を逆から読むとルフなんですよ。なのでルフにしました。はい、で、サンショウウオちゃんたちと仲良くやっていけるかもちょっと確認したいので、ここにサンショウウオちゃんたち2人を入れて、その後餌をあげようかなと思います。ということで、まず今来たのが、はい、この子はモノくんです。あ、違う、黒、モノくんだね。
違う、クロくんか、これクロくんで、こっちがモノちゃんだ。そしてモノちゃんです。モノちゃんの方がちょっと細いんだよね。はい、金箔模様が綺麗だね。ちょっとカメラじゃなかなか分かりにくいところかとは思うんですけども、では実際にこの子たちが餌付くかどうか、ちょっとやってみましょう。餌ちゃんと食べてきたかしら。これピンセットからはいけないかな、まだ。難しそう。これいいよ、食べても。餌付き具合はそうでもなさそうだな。はい、まあね、友人のところからまだ来たばっかりなのでね、あの環境に慣れてないのもあるでしょう。ただなんか攻撃的ではなくておっとりした子たちなので、一緒に暮らしていけそうですね。今後はこの5匹でね、このコケリウムの中で生活してもらおうと思っております。ちょっともう一回試してみるか。あれ、食べなさそう。まだダメそうだね。まあ、あの置いといたら食べるかもしれないんでね、まず置いといて食べてもらったりっていう形を取ろうかなとは思います。今後ね、カル、ロウ、ルフ、そしてモノとクロを、ぜひともよろしくお願いいたします。いや可愛いね君たちね。サイズ的には一番でかいのはあのクロくんだね。クロくんでかいね。黒の次にでかいのが、ロウくんだね。で、ロウくんの次にでかいのが、カルかな。あ、でも、モノもちょっとでかいか。モノの次に、モノちゃんの次に、カルかな。で、あの、まあ、ラインがね、すごい綺麗だよっていうのでご紹介してもらったね、あの、ルフちゃんがね、ちょっと痩せ気味だね。なかなかご飯とかも、こう、すぐ食べない子とかもいるっていう話は聞いてたので、難しそう。食べる？環境変わったばっかりだから、すぐには難しいか。君はでも、君はすごいね、なんか。本当に。ロウくんが一番こう活発だわ。はい、ということでね、本日、私のお家に新しい子が増えましたよというお話です。まあ、これ以上は、お迎えはしないかな。まあ、子供が生まれたりね、卵が生まれたらその子たちをね、しっかり、ブリードしていこうとは思ってるんですけれども、もうこういう上陸した個体でね、増やすことは多分ないかなとは思っております。食べる？君食べそうだから、こうやって。食べるところ見たいな。食べるところ見たかったけど、今日は無理そうだね。まあ、今後ね、食べてくれたらいいなと。おい、出ないでね、ロウくんすごいね。ロウくんすごい活発。はい、ということで、
なんか同じ下りを何回かやってる気がしますけれども、鬼のお尻ゲイモリ3匹増えましたよというお話でした。今後ともね、この子たちの動画も出てくると思うので、ぜひともよろしくお願いします。ぜひともチャンネル登録、高評価、そしてツイッターのフォローなどですね、よろしくお願いいたします。また、次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、ツイッターのフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。